チャンネルジョブ。金曜日総チェックのお時間でございますがですね、今日はミニ総チェックです。はい。えー、この8月ですね、23,24,25とですね、えー、3日間夏休み最後ということですね、えー、さぞ休暇をもらいましてですね、えー、家族サービスで 夏休み最後のお出かけをしましてですね、プロ野球3連戦、チェックしておりません。これはもう仕方ない。ね。あの、夏休み最後ですからね。そこら辺は、皆さんもね、お分かりいただけるんじゃないでしょうか。というところでですね、試合見てないずですね、振り返り総チェック、ミニ総チェックでございます。ということで、23日ね。23日で言えば、巨人、 6対0で勝ち。菅野ね、えー、結果だけですけども、えー、2安打8回冷風というところで、まあ今年ね、あんまり状態が良くない中でっていうところでね、この最後の最後に来てね、こう上がっていけば、まあ正直優勝は難しいかもわかんないけども、クライマックスシリーズ、ね、グッグッってね、いける可能性もあるんで、このね、あの、チームとしては完封勝利っていうのは非常に、えー、大きかったんじゃないかと。あと、阪神対 DNA のね、今永がね、 阪神打線を抑えて、青柳から勝ちに結びつける DNA 打線っていうのは素晴らしいですね。だからあの、DNA まだ今月3敗しかしてないんだよね。まあ、まだ終わってないけども。いや、本当にね、どうなるのか。で、あとパリーグはね、えー、日本もオリックスが0対0、クシロ。ね、佐々木も、えー、ニッ日本もね、えー、時、クシロ、帯広のね、同、同等えー、の試合、行きましたけどね、ロッパ大きたべました。ク代で。あのトレーナーの中島先生とかと、みんなで。これね、前も日没で、 コールドになってんだよね。だからそういうのを考えたら、やっぱりね、ね、釧路の人も見に来てほしいしね、そんな簡単に照明もね、つけれないだろうっていうね、お金もあるし、そんなね、あの、ところで言えばね、やっぱこうスケジュールだね。だからやっぱあの、夏至とか、日が長い時にスケジュール組まないと、これまあ、最悪0対0だったからいいけどね、どっちが勝手だとかっていうとね、また不都合なことが起きるからね、 そういったことを考えれば、まあ、やっぱ学習していかなきゃいけないんでね、何回もコールドっていうのはね、避けたいところを考えるとですね、まあ、やっぱスケジュールだね。だから下士の日にやるとか、もしくはもう思い切って12時からの試合っていうところでね、えー、試合時間をめちゃくちゃ早くしてね、その試合を進めるっていうところではね、えー、考えていかなきゃいけないし、なんか5時までは持つだろうなっていうところでも、でも延長入ったらどうするんやっていうところもあるからね、やっぱそこら辺は、 あの、配慮が必要なんじゃないのかなっていうね、次回開催に向けてはちょっと課題が残ったかなと。でね。 楽天ソフトバンクドッてセーブっていうところでね。まあ、全体で言えば、巨人対中日はね、2勝1敗で巨人の勝ち越し。ヤクルト対広島は2勝1敗でヤクルトの勝ち越し。阪神対 DNA は DNA が2勝1敗で勝ち越し。ニ日本アム対オリックスは1勝0敗、1分けでオリックスの勝ち越し。で、ロッテ対セーブは2勝1敗でロッテの勝ち越し。で、楽天ソフトバンクは2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しっていうところでね、ロッテはね、ミ,ミキティナイアンダ勝利また、 あの、西武は、えー、ゾゾマリン出る悪夢、終盤、大逆転撃される、前も見たぞ、あの、平が、ね、とかってやられた時の、見たぞっていうようなね、えー、試合展開でしたけども、ロッテはね、まあ、ギリギリ残ったかなっていうね、えー、ところで、これも負け越してたらもう自エンドっていうね、えー、形でしたけども、だから今回はね、あの、もう終盤、たい残り30試合前後になってきた中でですね、ちょっとね、 ここからはですね、この終盤の残り30試合前後、どのような展開なのかっていうところで、ね、読み取っていきましょう。数字上からね。っていう中で、まずはですね、優勝を80勝ライン。で、クライマックスシリーズ3位を、まあ、セリーグはね、現状、あの、タイガースもちょっと借金だけども、あの、5割と見越したらセリーグはどうか。 で、あとパリーグはまあ優勝80勝ライン。で、3位は今オリックスが貯金5だから、そのオリックスの貯金5っていうところをね、えー、目安に考えていくとですね、まあこの時期が来ました。残念ながらね、この発表をしないといけないです。はい。えー、北海道日本ハムファイターズ、えー、残り29試合、消化ゲームです。はい。これは仕方ないね。で、まああの、ビッグボスもね、会見で、 9月までに優勝争いをできるような状態だったら、そこから優勝を狙っていきたいけども、ね、最初から目指しませんっていうところでね、まあ9月の声を聞く前にですね、えー、もう、えー、現状ですね、もし、えー、80勝を優勝ラインとして考えるならばですね、残り29試合、えー、全勝したとしてもですね、 あの、73勝止まりっていうところで80勝に追いつかないんですね。今44試合ですから。あと80勝しようと思ったら36勝しなきゃいけない中で29試合しかないんで73勝止まりっていうところはもう優勝にはちょっと難しいと。であと、3位。クライマックスシリーズ争いで言うとすです3位まで14ゲーム差。今の現状、 貯金後っていうところでですね、オリックスが残り27試合を14勝13敗で仮にいった場合はですね、七74勝するんですよね。で、74勝を仮にした場合、日本ハムは29試合、全試合勝ったとしても、七73勝止まりっていうところでね、 まあ実質上はもう消化ゲームっていうところでね。まああのシーズン当初からそうでしたけども、まあ来季を見据えてね、戦っていくことが残り試合、29試合、試合ね。まあ必要になってくるんじゃないのかなとね。うん。言われなくても分かってるよっていうね、えー、ところかも分かんないですけども、まあ現実的に数字上、まあちょっともう無理だっていうね、えー、ところですかね。という中でですね、まずじゃあパリーグから行きましょうか。ね。ってなった時に、80勝ラインで考えるとですね、もう実質、 優勝のチャンスがあんのは、ソフトバンクかセーブだね。もう。で、ソフトバンクはね、残り32試合。もし80勝ラインとするならば、今59勝50敗って考えると、21勝。そうすると、残り32試合。21勝11敗。貯金10を作ればですね。 80勝優勝ラインに届くっていうね。でもし仮に80勝優勝ラインにするならば、西武、えー、26試合、えー、残ってる中で、えー、今61勝ということはあと19勝しなきゃいけない。19勝7敗です。で、あとですね、えー、パリーグ、だいたいあと、まあ、金曜日からを1週の始めとするならば、約ね、あと5週残ってます。あの、全チーム。で、5週残ってるってことは、ソートバンクは80勝までに、 えー、週2杯。で、1週だけ3拝できます。で、行けば、まあ、21勝ライン。で、セーブは、80勝を優勝ラインとするならば、この優勝ラインもね、上下するんで、下がればみんなハードル下がりますけども、この80勝を優勝ラインとするならば、19勝7杯で行かなきゃいけなくなるんで、えー、残り5週を、えー、2杯できません、えー。2週2杯してもいいんですけども、 あの、あとはもう一杯のみで進んでいかないと80勝には到達しないっていうところでね、なかなか厳しい。そう考えると、このカー水木のロッテ戦を負け越したっていうのは非常に痛かったラインになる。で、オリックス優勝ラインが80勝とするならば、今60勝。ということはあと20勝しなきゃいけない。残り27試合。20勝なら敗。セーブと同じように5周ある中で、 二周だけ二敗してもいいですけども、あと一敗で乗り切っていかなきゃいけない。楽天。楽天は現状57勝。ということはあと23勝しなきゃいけない。残り31試合。って考えると、23勝8敗でいかなければいけない。で、8敗残り5周です。三、えー、週間だけ、二、えー、敗できます。でもあとは一敗で、ロッテ。 現状、53勝、あと31試合中27勝しないといけません。27勝4敗。ということは残り5周、えー、1周は全勝しなきゃいけない。で、残りあと1敗ずつできます。現実的にもうロッテは入賞は厳しい状況。ね。で、ソートバンク西部オリックス楽天。このまあ4チームにね、 絞られたかなっていう状況の中で、80勝を優勝ラインとして考えるならば、西ブオリックスは7敗、楽天は8敗しか。 残りののゲームででできなないいってううところでこころがどうなるのかソフトバンクは唯一2桁敗戦までできるっていうねところのちょっと余裕がありますけども今ね、ねソフトバンクもコロナでね抜けてて柳田がいつ復帰するかわからないその中でねこの楽天戦に勝ち越したしかもこのね木曜日の試合も初戦ねあの初,初回で1時間かかっているっていうねあそこねいい出だししたけどね、まあ、逆転負けっていうところだけども、まあ、このソフトバンクも ね、この11敗できるけども、このね、コロナで選手がいない中でどうなるのか。まあ、できて楽天まで。でも、この敗戦しかできない。で、次に、えー、クライマックスシリーズ争いで考えると、今のオリックスの貯金後、ということはオリックスが14勝13敗っていうところがね、ラインで考えるならば、楽天は17勝14敗。ロッテは21勝10敗って考えると、 ロッテは残り5周2敗。だから1カード1敗ずつしかできない。だから全カード勝ち越しでいかないとロッテは3位も厳しい。っていうことを考えると実質ソートバンクセーブオリックス楽天は今後の戦いにおいてロッテと日本ハムに足元を救われたチームから脱落していきます。そういうような状況になります。もちろんロッテもね、あと21勝10敗で3位の可能性あるけども現実的には なかなか厳しい。えー、残り、えー、約、勝率7割必要です。ね。っていうことを考えると、なかなかね、えー、厳しいんじゃないのかっていうところになりますけども、まあそういうね、試合展開になりますけども、まあソートバンクはね、今、数字上一番有利だけども、やっぱコロナでね、まあでもこっから結局コロナ次第だね。 そういったところではどこまで戦力を落とさないで抜けれるかっていうところが勝負。この数字上を考えて皆さんが応援しているチームはどれだけ可能性あるのか、有利なのかっていうところを理解してもらいたいですね。続いて、えー、セリーグ。ね。セリーグで優勝ラインを80勝とするならばですね、今1位、えー、ヤクルト。ね。なかなか苦労してますけども、今65勝ということは15勝です、あと。で、残り30試合。15勝15敗。だから、5割でいけば、 残り5割でいけば優勝ライン届きますけれども、明日から、まあ今日からだね、DNA ヤクルト制。だからヤクルトはね、これ勝ち越せばいい。勝ち越したらかなり有利な状況になります。最低でも1勝はしないといけない。ね。3連敗すると若干小向き怪しくなりますけれども、残りね、80勝ラインと考えるならばヤクルトは5割でいい。DNA。 現状58試合、8勝。ということは80試合まで22勝です。で残り35試合です。なると、22勝13敗。で、5周で考えると、3敗はできない。2週間3敗できないけども、まあ、3敗で、まだまだね、余裕はある。貯金9作らなきゃいけない。だから要はね、ヤクルトを逆転するためには、DA はね、残り貯金9。でも8月3敗なんでね、ちょっと可能性あるんじゃないのかっていうね、その時。 まあちょっと手順下げてもらいたけど、正月はね、1位予想してますから、おおっていうところはね、あるかもわかりませんけども。で、阪神、80勝を考えれば、残り23勝2敗。まあ、正直厳しい。で、巨人、25勝1敗です。え80勝で考えると。で、広島、中日はもう80勝に届きません。っていうことは、優勝に向けては、もう正直、ヤクルトと DNA のみ、え阪神以下は、優勝に向けては、消化ゲームになります。 はい、ソフトバンク、パ・リーグは優勝に向けてはロッテと日本ハムが消化ゲームになりますしかし、3位クライマックスシリーズ争いで言えば、えー、ソフト、日本ハムは消化ゲームですけども、えー、セ・リーグはまだ全チーム可能性あります、はいえー、5割をねちょっと阪神がね今、借金二2ぐらいかな1 0二だけども5割を3位として考えるならば阪神は残り14勝11敗 巨人は16勝10敗。広島は16勝9敗。中日は21勝10敗。で、いければ3位。可能性あります。ね。っていうことを考えればどうなっていくのか。だからヤクルト対 d n はもうこの週末だね。この週末、どう戦うかっていうね。えー、ところで、もう本当ね、広島みたいに、もう、村上に敬遠しまくるしかないね。 正直、なかなか厳しいねで。しかも今日、大抜き対サイスニード。大抜きいいからね。この初戦 DNA はね、勝ち取りたいで。サイスニードっていうところがね。まあ、悪くないんだけど良くもないっていうね、ところで。で、大野対西ね、中西対阪神。で、えー、広島大巨人っていうね。もうここはもう潰し合いだからね。 そうなってくると、どこがね、生き残っていくか。現状この数字上だけども、潰し合うとね、どっかがどんどん落ちてくるっていうね。で、パリーグは日本ハム対ソートバンク。だから、伊藤東,東山。だかソートバンクは日本ハムに足元救われたら終わりだし、で、えー、ロッテ対楽天。佐々木朗希島だ。だから楽天は、ロッテに足元救われたら終わります。で、オリックス対西ブということは、これどっちか勝つからね。ということは、どっちかが上がっていくからね。 そういったところでは下からね、行く分っていうのはなかなかね、厳しい。勝ってもどっちかがね、上にいるからね。そういったところでは、えー、ロッテはね、楽天と4.5ゲーム差だから、だからここ一気にね、3盾、楽天にできればね、ワンチャンスあるけども、もし楽天にロッテは負け越したら、ちょっと自エンドかなっていうね、形になりますし、まあ、パーリーグ、セリーグはもう、阪神、巨人、広島、中日で、3位争いだね。 で、1>, 1位にヤクルト DNA、どちらがなるのかっていうね、ところを、また金土日ね、しっかりチェックして、皆さんにお伝えしていきたいと思います。まあ、今日はね、ちょっとあの、家族サービスで休んでたんでね、できませんでしたけども、そこら辺はね、ご了承ください。またね、最後までプロ野球ね、チェック、もう長期休むとこもほどないんでね、チェック、最後までね、残り30試合、みんなで楽しんでいきましょう。はい。さあ、ということで最後はですね、パリーグの、この3連戦の NFT、ね、この、プレイを、押したいと思います。 里厚のプレーこちらです。ソフトバンクの正木選手、プロ、初音類だ楽天戦、唐島投手からです。このホームランに、グッチナイスホームラン。ありがとうございました。